帰り、カラオケ行こうよ。てか、あそこの店員、すげえ下げ面じゃね。私は雑草、地味でダサいペンペン草。雑草は生まれた時から雑草で、永遠に美しいバラになんてなれるわけがない。いよいよ今日だね。うちらのクラスにメンズが転校してくんの。装備系らしいよ。しかもすっげー金持ちらしいし。やべえ、もっと盛らなきゃ。彼女いんのかな。ま、いたら奪ってやるし。てかさ、姫子、相変わらず地味ってんじゃねえよ。日本一のギャル子、調子部校のグレードが下がるだろうが。あ、すみません、グロスくらいつけとけって。いえ、いいですよ。私なんて、たく。だから私は決めていた。一生雑草のまま、目立たず地味に生きていこうって。席につけ。転校生を紹介するぞ。入りなさい。いや、彼女に出会うまでは。はじめまして。お、女？いいえ、男です。美しさは性別の国境を超える。俺の美しさを表現するにはもう男のファッションじゃ追いつかないんだよね。というわけで姫ギャルになりました。私はジュエリー。以後お見知りおきよ。お千代様、マジ美しいっす。メチカは鬼パネ。なんで可愛けりゃ何でもいいんですか。教室で傘さしてていいんですか。そしてそのペット、まさかヒョウじゃ。席はそうだな、立川の隣だ。よろしく。あの、立川姫子です。私なんぞの隣ですみません。う、眩しい、眩しすぎる。カーテンか。立川、三上くんに学校を案内してあげなさい。いや、ほんとすみません。私のことは付き人とでも思っていただければ。ああ、もう嫌だな、こんな美人と歩くの。ん？うわあ、見て見て、あの子、姫ギャルじゃん。鬼可愛いんだけど。ん？撮影大会になっちゃってるし。美人ってすごいな。俺たちにも案内させてください。どうしたら。必殺美脚フラッシュ。いや、美人ってほんと大変ですね。何すんだよ。あまりにも美しいおみ足だったもので、つい。あんたの足でやれよ。とんでもない、私の足じゃ魅力不足もいいとこです。まだ机の足でも見せた方がマシです。ガオ、こっちが科学室、こっちが美術室、音楽室は突き当たりの階段を降りて、あの何か、もし粗相があったのならお詫びを。てかさ、さっきからあんた顔見えないんですけど。うお化けみたい。顔ちゃんと出せよ。いいです、やめてください。出せって。やです、
私なんてどうせ地味でダサいんです。姫子が俺のこと好きだって？うわ最悪、あいつ地味でダサいんだもん。あなたみたいな美人には私の気持ちなんてわかりません。あっ、すみません、すみません。人間なんてさ、そもそもみんな地味でダサいんじゃねえの？よくお聞きお化け娘、地味でダサいからって最初から諦めてていいの？いいか、自分と一生付き合っていくのは自分だよ。自分と一生付き合うのは自分。どうせなら可愛い自分と付き合っていきたくね。ちょっとヘアスタイル変えてみようか。せっかく長くて綺麗な髪をしてんだからさ、いろんな髪型でいろんな自分を楽しもうよ。とちおとめ様、姫ギャル、あげもりいっときます。季節外れの常夏プリンセス、パイナップル盛り、トロピカル果汁シャワー。あら素敵。やっと笑ったな。え、そうやって笑顔になることがとちおとめ的美の秘訣。女の子は笑うだけですっげー可愛いって俺は思うよ。現に今のあんた、さっきよりぐんと可愛くなってるもん。とちおとめ様、ありがとうございます。よーし、俺も盛りたくなってきた。姫ギャル、あげ盛りいっときます。なんならパイナップル丸ごと盛っちゃいました。南国のプリンセス、これぞパイナップル果汁 100% 盛り。あら、いいわ。なんか元気出てきたぞ。かわいいってすごい。翌日、とちおとめ様、盛り技教えてください。ついでにスケバの盛り方を。美脚になるにはどうすればいいんすか？とちおとめ様、すっかりクラスの人気者です。どれ？あ、ボスギャル、マスミ。あ、マスミさん、あいつです。転校したてのくせに調子に乗ってるとかって噂の一年は。へえ、ちょっと顔かしな。なんかよ。なんだ、大したことねえじゃん。別に可愛くもなんともねえよ。ですよね。お、なんだと。あらー、あらー、あらー、画面に向かって。しかも相手は超支部校のトップに君臨するボスギャルマスミだし。超やべえ。うんな、何すんだてめえ。大変です、なんとかしなくちゃ。やめてください。うわー、何、何、大丈夫ですか、とちおとめ様。うわー、うわー、うわー、怖えー。くんな、いちご女とパイナップル女。この私に歯向かうことがどういうことか分かってんだろうね。もう、とちおとめ様、何やってくれちゃってるんですか。俺は悪くないよ、あいつから突っかかってきたんじゃ。相手はボスギャルですよ、あの人に睨まれたらおしまいなんです。あ、私もう学校に来られない。またネクラキャラに戻ってるよ。でもさ、あんたは見かけによらず度胸あるんだね。喧嘩止めようと入ってくんだもん。見直したよ。とちおとめ様、ボスギャルのことは心配すんな、俺がついてる。あ、女の子がついていても全然頼もしくないです。ん、はあ、じゃ、これならどう。え、とちおとめ様、頼もしい。
俺があんたを守ってやるよ。嘘。